こんばんは。20時から泉とコラボ配信をしまする。しばしお待ちを。こんばんは。今日はトークイベントでした。そう、明日もトークイベントです。皆勤賞になりそう。今チーム S 何おんねやろうってさっき数えたら10、まあ、自分入れて19か。19、9人。19人だった。18でしょ。ちょっと今考え事をしています。ちょっと無言になります。考え事。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。OK。泉町、何話そう？トークテーマ募集じゃ。オーバーオールどこで買ったの？これめっちゃ安いで。2年前かな。なんかオーバーオール3色持ってて、黒、ジーンズ、デニム。あ、泉ちゃん。どうも。どうも。どうも。さっきぶり。さっきぶりですね。泉ちゃん来ました。はい。あ、ちょっと。よいしょっと。よいしょっと。すごいね。こうなちょっとコメントが来ました。った。やっほー。やっほー。久々コラボ。そうです。何年ぶりだろ言うて1年やで。う。え、本当ですか？うん。そうなんだ。今トークテーマ聞いとったファンの人に何がいいって。何がいいですか？ファントーのクテー人のマ。トークテーマを。トークテーマ募集中。
なんだろうな。最近。最近？最近のみんながなんか話してほしいことを。トークテーマみんな募集してまーす。コメント欄で書いて。そう、前回ルーとコラボしてその時に泉が、うんうん、え、うん、泉ちゃんちゃんも一人でやろうみたいな可愛くて結局やらなかった。やらなかったや。だからちょっと今日終わったらやろうと思ってて。はい。好きな食べ物だって。好きな食べ物泉を、なんかよくメンバー食べに行ってるのはお寿司のイメージ。あ、お寿司好きです。うん、寿司を食べに行く。なんかこれっていうイメージないけどな、あんま泉といえば、うん、でもなんか好きな食べ物っていっぱいあるじゃないですか、うん、あるあるある。でも一番が決めれないんですよ。あ、なるほどね。全部一緒みたいな。何が好きなん？じゃあもう特に特にコーヒー。あ、コーヒーなんよが一番好きです。セブンのカフェラテのイメージあるわ。カフェラテが一番好き。うん、確かに。寒いのに真冬でもアイス飲んどったもん。ホットよりアイスの方が好きなんですよ、コーヒーは。ちかどっちも好きだな。なんか選べんかも。なんかホットってなんか太った感じしません？飲んでると。アイスは痩せると。アイスはなんかアイスは痩せると許されない気がする。ちかはホットの方がなんかさ、アートが可愛いなって思っちゃう。ラテアート。あ、確かに確かに。それが可愛いねんな。コーヒーか。ブラックは？ブラック飲めますよ。お、飲めるけど、飲めるね。うん、飲めるけど、でもなんかカフェラテの方が好きだから。わかるって感じです。飲めるけど。わざわざ飲まない。わかるわかるわかる。うん。めっちゃわかるわ。昔さ、なんか今も多分全然飲めんねんけどさ、めっちゃ甘いケーキ食べたら普通コーヒーやん、マカフェラテ。うん。普通にホットチョコレートとか飲めちゃうねんけど。甘い。ってぐらい甘っとうのやねん。甘い甘い。確かにホットはね、香りね、うん、もうなんか香りというよりさ、喉乾いてがかつくない。うん、お腹減ったってなる。どう、泉のコメントは。うん、大阪メンバーでやってみたいこと。大阪でそれこそなんかさ、なんかイオンとかでライブしたい、トークショーやりたいですね。やりたい。もう普通の、うんうん、あれ泉ちゃん、はい。あ、動いた。おかえり、おかえり。普通の、普通の、あの仕事じゃないんですけど、うん、みんなであのテーマパークとかに行って遊びたい。あ、いいね、うん、行きたいね。大所帯やはもう女の子、修学旅行かなってなる。そうですよね、結構いますもんね。うん、やりたいな。来てます。今日何食べればいい？うん、いつも今から。そう、いつも来ます。だろうな。まあ言うて8時だから何でも食べれる。あ、そっか。ちかめっちゃ、まあ、9時10時のテンションの話してる。早っ。早いですもんね今日。という、なんかちかが食べたいのって言おうとしたけど、なんか別に今食べたいの思いつかんかった。さっきまで食べてましたよ、10分前まで。何食べたん今？あんかけチャーハン食べてました。最高やん。全然食べたことないわ。てか、あんかけチャーハン。あんかけチャーハンなのか、あんかけチャーハンか。食べてました。なんか天津飯みたいな。天津飯でも。なんか、上に海鮮乗ってます。エビとか。あ、エビとか。ホタテとか。いいね、ファンの人好きそう。でもそういうがっつり系の方がね、いいんじゃない？やっぱファンの人。うん。美味しかった。いいね。中華いいよな。まあ、餃子とか食べたい。あー、餃子食べたい。なんかなかなか餃子って食べる機会なくないですか？わかる。休みの日じゃないと食べれん。
ザニンニクだ。確かに。うん。そう。皆さん質問募集してます。みんなトークテーマでも何でも。二人でディナー行くならだってなんかめっちゃおしゃれやねんけど。おしゃれー。おお。あパーイ。ディナー行くなら。ディナーか。そんななんかディナーみたいなとこ行ったことないな。え、それな？行かんよな。ならなんか楽しいワイワイしたとこ行っちゃうもんね。うん、はい、あ。焼肉とかしか行かないですもん。ね。お寿司も別に回ってるとこで十分だもんな。うん。うん、なんだろうな。あ、カラオケ行ったら何歌うのだって。え、カラオケ行ったら、うん、でも私今までなんか人のを聞く派専門だったんですよ。あら、うんうん。でもやっぱ同期とかとたまに行った時とかはなんかみんなでなんかアンパンマンの歌とか平和すぎ歌います。うんうん、確かになんか盛り上がる曲選ぶよな基本。はい。とかも普通に48グループの曲とか、うんうんうん、みんな知ってるやつね。うん、確かに。そうそう。確かにそうだ。カラオケ行かんくない？あんまり。あんま行かないです。うん。へえ。質問か。劇場のさ質問も意外とファンの人さなんか入れてる人少なくない？うん、少ないです。寂しい。なんかでもやっぱ難しいかな。うんかな。いざ、うん、もし、うん、自分がファンでメンバーに質問するとしたら 何、うんうん、何を質問しますか？いやでもほんまに基本的なもう嫌いな食べ物とか好きな食べ物とか聞いちゃうわやっぱり。うん、ね、王道か。なんだろうな。いや好きなタイプとか聞いちゃう。あね、なるほどね。絶対聞いちゃう恋バナね。うん、確かに。なんだろうな、なんだろうな、なんか丸々なメンバーは誰ですかとかも聞いちゃうかも。あー確かに、いい、そういうのも。確か難しいんか、意外とファンの人も質問すんの。うん、ないですよね。まあ次は多分私の生誕なので S は。そうやんな、はい、3月。え、七海の次がもう泉になるか。あ、そっか。え、3月泉だけになったんかって思うと。そうなのか。でもね、ちょっと待って、ちこも当たってるかわからん。わかんない。ジリナさんもアヤエさんもいなくなっちゃったから。あ、誕生日ブームちょっと落ち着いたよ。一旦落ち着いたよ。 S 確かにここら辺が多いですもんね。そう、12がね、うん、めちゃめちゃ多い。ちか誕生日2月がよかってんな。何ですか？なちょっとあの早生まれしたかった。え、早生まれやめといた方がいいですよって言うやん、みんな、うん、それ。早生まれは本当にやめといた方がいい。言うけど、なんかちょっと年下感あって、いや、まだ若いから、みたいな言えるから。でも。そっちになりたい。でも、そんなことが絶対多い。言うよね、でもみんなそれ。はい、最後に年取るのは、って。本当に。もう、早生まれなんだよ、私が。逆に何月が良かったん？何月だろう。うーん、5月とか。うん、ああいいね。てか夏っぽい、うん、普通に泉が。本当ですか？夏か。いつ、うん、夏、8月とかに生まれてそう。めっちゃ元気な子になりそう。絶対変わらんけどな、月で。あ、春夏秋冬どの季節が好きですか？ね、もう二択だわ。春秋だわ。秋冬いつ？
暑いです、寒い方がいいんや。はい、暑いの嫌いです。いや、え、花粉症泉全然。ああ、じゃあ春は全然いけるのか。はい。え、私の後の誕生日は、うん、6月のルー、中ちゃんとルーちゃん。あ、中ちかちゃんも、え、中ちかちゃん6月なの。3ヶ月は苦しいです、私の後。え、やばくない、そんな。やば、偏ってるな、やっぱ誕生日。うん、そんなか。泉ちゃんはね、ちかちゃん呼びしてくれてるよな。うん、なってくれてるんだよ。普段から中ちゃかちゃん呼び可愛いって言ってますよ。じゃあね、もうなんかさ、一回さ、中坂ちゃんを噛んでからずっと中ちゃかちゃんにしてる、もう。中ちゃん、中ちゃん派です。そうだよね、長いもん、中ちゃかちゃんって。ちゃん、なんかあんまりちか、あだ名で呼ばへんねんな、人のこと。え、わかります。呼ばんねん、だから泉も、いずりんと呼ばんな、泉って呼んじゃん。うん、え、なんか大阪あるあるじゃないですか、それ。うん、だと思う。なんかフルね、なんかちゃんと正式名称で呼ぶっていうかね、なんか呼びますよね。大阪人ってそうですよね。確かにそうかも。みんなそのイメージ。ドライブ選抜チーム S 多くて嬉しいねって来てます。ええね、嬉しいよね。しかもさ、なんかファンの人にさ言われて気づいたけどさ、なんか3人上位3人が大阪やんみたいな。はい、すごいですね。めっちゃ面白かったんけど。全然気づかんかった。それな。言われるまで。どうなったんだろうね、衣装とか。なんか投票やったやんか、ファンの人。うん。何になったの？何も。楽しみだな。いつ頃ですかね。え、ちょっと違う、聞いたよ。え、聞いたんですか？ちょっと教えてあげるわ、今度。はい。死んであげるわ。え、しかも同い年やろ、3人多分。うん、同い年です。同い年だ、すごい、すごい。楽しみだな。でも新公演披露はいつになるんだろう。まあ春とは言われてますがね。ね、春とは言っても長いですからね、春って。そうですよ、春まだまだこれからですよね。ね、楽しみに。なんかね、大変にはなるだろうけど、なんかその期間も絶対楽しいやろうなって思う、うん、そうですよ ね。うわ、ちょっと今は嵐の前の静けさだな、これは。え、そうなんですよね、怖いよな、これからがもう怖くて震えちゃう、考えたくない。え、ほんまに考えられない。今だけやんな、多分もう好きなことできてるの、多分。はい、まあ、暇とか言えるのもない。ね、本当に、大変だ。心にフラワー踊れるの？私は踊れないです。めっちゃ難しかった。ずっとこうやってやってますよね。そう、それがさ、難しくてさ、このフラワーが。あ、でももう、あ、できてんじゃん、もう君。え、なんかあれでやりました。ザクロ。あ、ザクロだ。昔ザクロでやって、めっちゃ練習しました。ザクロやったことないねんな。永遠とかで。どこ、アウトロそれ。サビ。アウトロとかもずっとこれやってます。アウトロとか。結構。泉は映画に誘わんの？泉映画見る？見ますよ。何見る？アニメの映画とか。ああ。なんかその少女漫画が実写化した映画とか、そう、ルーちゃんとかが好きなので一緒に見に行ったりとかします。映画見てるイメージね。アニメ好きなんか、確かに。はい。全然、でも洋画？うん、見たことないです、全然。あ、見えひんねや。うん、全然見たことない。ハリーポッターすらちゃんと見たことない、うん、ねえ、マジ。はい、めっちゃおもろいのに、ちゃんと見たことないです。え、じゃあおすすめの映画は、じゃあ泉がおすすめする。普通にもうアニメしかないです。
何のアニメ見てんの最近は。でもコナンとかも見ますし、あ、うんうん、なんか同じ見たことあるアニメを繰り返し見てるんですよ、ひたすら。すごく飽きひん？飽きないんですよね。あ、でもそれをずっと見るんじゃなくて、うん、なんか流し見、携帯触りながらとかやってます。あ、確かに、うん、その方が見れるもんね。洋画見ちゃうとできひんもん、それが。あ、ずっと見てないとってなっちゃうんだな。確かに分からなくなりそう。確かにアニメはそれができるからいいね、用事しながら、うんうん。でも私映画館行ったら、うん、なんか中盤ちょっと過ぎたあたりから寝ちゃうんですよ絶対寝てて、うん、でハッと起きるじゃないですか。で終盤に差し掛かってて、こうやって寝てて、なんか終わった後にあれ、あのシーンなくないって思ったら寝てるんですよ。途切れてるんや、記憶が。いや、なんか、ね、てる、なんか CM とかなんか広告とかで使われるような、なんか一番いいシーンあるじゃないですか。あ、うんうんうん、あそこいつも寝ちゃうんですよ。あれ見てなくねってなるんや、つらっで聞くんですよ、あのシーンなくないって言ったら、ね、普通に寝てる時だった。しかも映画館で寝たことないねんの、ね、めっちゃ眠たくなっちゃう、まあ、快適だもんな席最近、はい、そうなんですよ。爆音なのに寝ちゃうんですよ。すごいね、逆にすごいよ、うん、いや、なんでなんだろう、うん、寝たくないのにいるよね、確かに。お家で見ると、お家で見るのも寝ちゃう？お家で見るのは寝ないんですけど、うん、まあ、寝転がりながら見るから。あーね、寝ないけどって感じです。まあ、寝てる時もあります基本寝るんだね、笑った映画、うん、そうなんですよ。最近さうん、何何、うん、いや、映画館の静かなシーンでポップコーン食べるのやめるやつあるある。わかると、触ってさ、あ、なるくね、あ、わかる噛むのやめちゃう。わかる、一回も湿らしちゃうもん、こう中で、うん、あ、やばいでもね、最近チュロス好きやね、映画館の。美味しい、チュロスは美味しい、ね、でもやたらなんかチョコの方を頼んだりしたらパウダーがめっちゃかかってて。あーね、なんかもう食べるときに。確かに、わかる、服に全部つきます。唇にめっちゃつくくない？リップつけたなるよね、女の子あるある。なるなる。いいな、映画か。キャラメル派？あ、キャラメル派です。あ、一緒。しかもキャラメル、うん、いっぱいかかってる方が好きです。わかる、探しちゃう。わかる、ね、やっちゃう、それ探しちゃう。めっちゃ迷惑やんな、半分こする人にって思いながらごめんって思いながら。わかる。なんかさ、東京かな、映画館とか行ったらめちゃくちゃさ、ポップコーンの味があって、びっくりした。なんかキャラメル、なんかソルティキャラメルとか、アップルシナモン、絶対美味しい。なんかもっと種類増えてほしいよな、うん、人気出るのにね。4DX 見たいな、近映画。いや、私見たことないです、4DX で。え、もうな、マジで乗り物。ドーン。そう、ほんまにそれ。うわ、楽しそう。でも絶対飲食できひん、あれは。うん、ポコンぶちまけちゃいそう。え、そう、ほんまになんねん、もうポンってな。見たいな。ユニバでいうさ、あの、うん、シュレック、うん、のあれの座って見たことある、シネマで。あります、あります、あります。あんな感じ、マジで。うわ、そうなん、遠いもんな、確かに。 4DX なかなかやってるとこ少ないしな、確かに、うん、4DX で椅子からずり落ちたってどんな何見てさ乗ったそれしんど、逆に知りたいわ、映画平和すぎるな、そんな。一人映画しますか？え、めっちゃする。ああ、全然する。全然しちゃう。あ、するんや。はい、一人でいて一人で帰ります。でもちょっと見る作品選ぶかも。なんか感想絶対話したいなって思うやつは人と見ちゃう、うん、ああ、なるほど。それこそさ、キュンキュンするの見たら人と見るかもね。やばくない？確かに、確かに、確かに。泉、一人映画意外だな。でも本当ですか？全然行きます、うん、なんか一番気まずい時があって、うんうん、なんか映画、一人映画見て、なんか半券で
あの、ゲームセンター一回見るみたいじゃないですか。あるあるある。あれ、どれにしようかなーってこうやって、一人で見てるときに、なんか前から人が歩いてきて、一人、うん。で、なんか、おうみたいな。なんか、かわされて、なんか、あ、いずれのこと知ってんのかなみたいな。ファンの人かなみたいな。で、それが、うん、でもなんか、何も無視できないから、はぁみたいなことをして、うん、そういう人も、それは本当に、泉に反応したのか、それとも私越しのクレーン、あの UFO キャッチャーとかに反応したのかが分かんないです、今だに。結局はい。でももう気まずかった。おーおーって。気まずかった。なんか想像できるからやめてほしい。かわいいね。しっかりなんか、半券でやってるところかわいい。はい。撮ったことあります、半券で。すご。半券な。あるけどやらんな。なんかちょっとご飯安くなりますとかやな。ああ、ありますよね。安くなります。やらんな。なんかさ、ガチ勢すぎてさ、なんか会員みたいなやつ入っとってさ、違う。え、すご。なんか A がちょっと安くなんねや。うん。たまになんかめっちゃ安くなってて、え、これ何の日やと思ったら、その会員で、みたいな。かっこいい。なるよ。でも、そんぐらい見に行ってそうやけどな、泉を。ですかね。でも、見たい時に行くんか、なかなか。うん。でも、同じ映画2回見たりとかあります。え、それならへんねんな、ちか2回見れへんねん。本当ですか。か1回目1人で行って、だから見に行く人いないから1人で行って、うんうん、でも、なんかメンバーも誰が、なんか見たいみたいな言ってて、あ、じゃあもう1回行こうみたいな。あ、なるほどね。一緒に行きます。すごっ。いいだね。ファンの人のコメントが止まった。あら。あ、でも一人で行ったら寝ないんですよ、映画。へえ、なんかあるの、ね、人と行ったら寝ちゃう。君一人で行きな、これからも。どうしよう。でも確かに横でもしね、仮に泉といて寝とったら、うん、ちょっと腰づらいわってなると思う。でも気づかれないんですよ、寝てること。どんな寝方してんの、直角もう普通こうやってだから気づかれないんですよ。なるほどね。寝てたんだみたいな。基本同期と見に行くことが多いんちゃう。はい、同期とかですかね。あとお姉ちゃんとか。ああそうだね、お姉ちゃん。でも見たい映画が違うから、うん、映画館まで一緒に行って、うん、個人個人違うの見たりとか。そんなことあんねや。はい、あります。プラネタリウム行きたいな、あっちか。行きたい。行かんよな、あんまり。行かないです。プラネタリウムはしっかり見ると思うけど、わからん。でも絶対眠たくなっちゃう。それな。絶対なんねん。絶対眠たくなっちゃう。なんか今日マリンがさ、星の話しててさ、プラネタリウム行きたくなった、めっちゃ。わかります。プラネタリウムいいですよね。ね、行きたい。見たことあります、プラネタリウム。もうな、小学生の時とか、うん、行った。小学生の頃に行きました。のなんかさ、校外学習的な感じで行かんかったの。行きました。行くよな、うん、それ以来行った。もう全然記憶にないけど行きました。ね、わかるわかる。なんか快適そう、今の座席。ですよね。ね、進化してそう。めっちゃ髪の毛伸びたな、てか。そうなんですよ。ね。伸びました。切りたいんですけど、なんか切ったら後悔しちゃう。ここら辺ぐらいまで切りたい。なんかさ、大人っぽくなってる。一回さ、切ってたやん。って黒髪やった。あ、黒髪とかでした。変わりそう、印象。変わりますよね。うん、でも、うん、なんか肩幅とかが広いから。あ、言ってたね。だから隠したいんですよね。だからいる。だから髪の毛、
ファンの人、ファンの人的にはどっちが多い？だからそんなにこの短かった時期があんま少ないからって感じですね。ロングの方が多いかもしれないです。すぐ伸びるねんな。でも言うて絶対みんな、でもどうす、うん、ここら辺ぐらいまで来るのに 2年ぐらいかかりましたよ。マジ？はい、ここら辺から。え、一定の長さまで行ったら長いかかるのかな、時間。多分かかると思います。なんか、うん、意外とかかったなと思いました。優しい泉ちゃんは可愛いから何でも大丈夫って書いてある優しいな、うん、可愛いんだよ、優しいな、うん、なんか自分がどんな髪色が一番似合うのかっていうのを知りたい。でも今の色はなんか安定やんね。安定、そうですよね、安定します、ね、今ベースの色、うん、ミルクティー、ミルクティー系の印象があんまないんだよな、なんか意外と、うん、でもゼッポ大阪の時が一番明るいです。うん、そこら辺が明るくて、え、なんかさ、ピンク、うん、赤系入れてなかった？あ、入れてました昔。可愛かった、あれも。そう、でも色をピンク系って抜けるの早いじゃないですか。あ、そうだね、そう、大変だなって、寂しい、抜けたらすぐシャンプーとかずっとしないとあかんもん。え、そうなんですよね。カーキもなんかイメージある、うん、オリーブとか地形は、うんうん、難しいよな。なんかパーソナルカラー調べてほしいもん。私行きたいです、パーソナルカラーね、見てもらいたい。でも黒髪似合う人になりたかったです。自分は似合うよ。でいや、みんなね、しっくり来ないんですよ。あ、なるほどね。なんか、うん、みんな黒で生まれてきたから。あ、確かに似合わないことはないだろうけど、しっくりこない、ね。メイクとね、服といい、いろいろ挑戦できるのはね、明るい方がね。そうなんですよ。確かに。黒髪似合う子っていいなーって可愛いなと思いますもん。可愛いよね、なんか。うん、ザ王道。うん。そう。え、最後に暗くしたのいつ？もう黒にはしてへん？え、もう黒にはしてないです、ずっと。あ、そうなんや。何年間か。でもなんかたまにさ、黒くしたりするけどさ、うん、なんか初心の気持ちに戻る。あ、お久しぶりですってなる。鏡見て。そうだ、ずっと黒の時代もあったなって。うん。お久しぶりですってなるから、なんか、うん、思い出す。そうですよね。でもなんか今昔のその当時の写真見ると、うんうん、なんかブサイクとなりません自分。ねえ、まあまあまあ、芋だなってなる。え、芋めっちゃ芋だなってなりますよね。うん、本当に。黒髪似合ってる子誰？アイカピョンとか。アニア。ミオとか。ヨシノ。ヨシノとかもそうですよね。黒か、うん、ルーちゃんは黒も似合うんですけど、明るくても絶対似合うな。いや、似合う、うん、似合うんだよ多分。両方似合うな。マリンもそう多分。そう、マリンもなんかもっとふわふわ系になりそう、ね、うん、いいな。明るくしてもふわふわ系になる人っていい、よくないですか。可愛いよ、自信持って君。え、違うんですよ。全然、うん、明るくするとなんかギャルとしか言われないから。あ、なるほどね。なんかいいなと思っちゃいます。はっきりしてるもんね、顔が。そうですよ。何をしても言われます。しかもマジでもめっちゃ言ってんねんけどさ、うん、彼女にしたいメンバー1位だもん、泉。やったー。マジでちょっと可愛い、マジで可愛い。あの、多分の人が知らん姿を知ってるからこそ。そうですね、マジで可愛いよ。やった。守ってあげたくなる。嬉しい。
守ってほしい。え、そう、弱いんよ、か弱いんだよね、泉は。か弱いんです。そう、見た目そうやってさ、ギャルっぽいとか強そうって言われるかもやけども。ちょっと、見た目と中身、反対ですもん。そうだよ。ちょ、なんかさ、かわいいって言ってとか言ってきそうやけど、いざね、かわいいって言ったら、うん、なんかもう、みたいな。って照れるイメージ。めっちゃかわいいね。それが好き、いつも楽屋でなんか見てて。嬉しい。え、じゃあ泉がさ、彼女にしたいメンバーは、うーん、あゆかぴょん。今元気でそう。そうです、元気出る。あゆかぴょんですね。なんか、なんでなんでなんで、元気出るし、うんうん、なんかしっかりしてるとこはしっかりしてるから、うんうんうん、なんか、なんか一緒にいて落ち着きもするだろうし。確かにね。そう、なんか美味しい時とかめっちゃ美味しいって言ってくれそう。確かに感情表現豊かやもんな。うん、そうなんですよ。じゃあ妹にするなら。妹にするなら？妹にするならか。誰だろう。妹か。妹。妹悩むのは、でもしかも妹悩みますよね。なんか近いやったら、うん、ちょ、卒業したちゃったけど、もう最近ね、愛か、妹にしたいの。なんでですか。でもなんか愛かも、なんか見た目強そうやけど強い、見た目は強い。めっちゃなんか可愛がりたくなる。うーん、接してみて。なるほど、なるほど。そう、私、まあ、もも。ザ、妹だわ。うん。なんか、反抗期がなさそう。ももは。確かにね。なんか、あってもなんか素直そうだしね、なんか。うん。だから、なんか、いいなって思います。確かにね。面白いな、メンバー。でもさ、メンバーといったらさ、なんかお姉ちゃん増えたみたいし、妹できたみたいじゃない。そうなんですよ。なんか、一緒に、うん、わかります。楽しいですよね。ね、じゃあさ、それこそ歴代のまあ先輩も入れて、うん、お姉ちゃんみたいだなって人おったん？お姉ちゃん、あー、かのさん。あー、意外。なんかめっじゃあ、まあ見た目もお姉さんっぽいんですけど、うんうん、なんかすごい優しいじゃないですか。うんうん、だからなんかこんなお姉さんいたらいいなと思います。マジか。妹だわ、断然。断然妹だわ。そうなんだ、うん、そうなんだ、やっぱ、まあ、でも違うよね、確かに。まあ、でも先輩後輩でまた見え方が違うんだよね。うん、全然。なんかいつも普段過ごしてて、うん、なんか普通に同い年みたいだなって思うけど、よく考えれば全然年齢違う人とかいません？いる。なんかびっくりする。ピオスとかそうじゃない？マジ年齢、そうですよね、うん、もう同い年っぽいのに。だって26ですもんね。いや、見えん。見えない。若々しい。4月からだって27の代ってことですよね。そう。無理。いや、もう普通にすごいね、なんかあの人。無理。まだ21歳とか。うん。重いよな。なんか普段、うんうん。倉島亜美ちゃんとかと、うん。一緒にいるんですけど、うん、なんか普段過ごしてると、なんか全然あんまり年齢差感じないんですけど、うん、よくよく感じ、よくよく考えれば、6学年違うんですよ。確かに。なんかびっくりしちゃう。無理する。逆に無理無理。そういう時びっくりしちゃいます。ああ、いやね、ちか、アミはね、もっとね、ちょっと子供っぽくいてほしい。なんかわいい。なんかもう大人見ちゃってるから。そう、大人になっちゃいました。なんかもっとなんかキャピ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 キャッキャしてほしいかも。そう、昔キャッキャしてたけどな。
そう。もう大人になっちゃいましたね、高校生で。だから、しか大人に、なんか同じチームだったらちょっと呼び出してさ、子供らしくしなさいって言っちゃいそうやもん。ほんと。でもどうなんですかね。どうなんだろう。S だったら子供っぽくなるかもしれないですけどね。うん、同期多いから。まあ、それもあるだろうね。確かに。うん、え、でもさ、あんまりさ、ジェネギャ感じひんくない？ジェネレーションギャップ。うん、感じないです。感じひんよな。はい。でもたまになんか昔のお笑い芸人さんとかのネタ、あ、通じない時あるから、そういう時は感じます。でもちか、だってラブ&ベリーが通じたらもう一生同世代と思ってるから。あ、わかるわかる。通じるやん、結構みんな。あ、通じますね。でも通じない人絶対いますよね。いる。ミレイちゃんとか絶対知らないですよ。いや、もう悲しい。もう悲しい。悲しい。けどさ、言われる、ファンの人に言われることね。まだまだあなたも若いよって。若いんだよ。うん、若いんですよ。え、22歳は若いんですよ。けどさ、マジでばあちゃんだなってめっちゃ思うもん、高校にいたら。うん。え、ここに行ったら本当にマヒマヒ。だよね。なんか俺自分って思いますもん。だからファンの人のなんかその言葉に救われます、うん、そう、若いんだよってね。なんか年下の子たちもなんか大人びてるじゃないですか。そうそうそう、みんな持ってるものとかも大人びてるから、そうそう、そう、なんかめっちゃまひっちゃいます。うあれってなるような。うん、ちょっとだからみんな言ってほしい、もっと若いんだよって、これからだよって、人生、うん、これからですよ、ね、人生先の方が長いから。そうだよ、あと何年、5年、5倍ぐらい生きれそう、ちか頑張って。100歳。生きれそう。マジ、生きすぎ。生きれそう。でもな、なんかちか、二十歳になって、は年取るの嫌やなと思っとってんけどな。うん、最近22になって、は年取るのなんか楽しいなと思ってきてんけど。うん、めっちゃいいことですね。なんか何かをきっかけになってんの。私まだ思えないです。年取りたくないと思っちゃう。いやいや、うん、なるほどね。本当に。もう一緒、平等よ、みんな。平等ですよね。でもなんか、年を取るごとに、なんか、慣れる時間がなくなってくるから、うん、なんか悲しくなってきますもん。あと何年しかないのかって。若いよ、まだ。全然若い。若い、若い。年齢についてちょっとなんか、語ってくれる人欲しいな。まだまだ若いんだからっていう人。え、でもなんか、でもなんだろう、同世代の子たちってもう就職じゃないですか、これで。そうだね、もう確かにちょうどね。え、そう考えたらなんか焦りが感じます。なんか自分子供かなみたいな感じるし、年も取りたくないなとも感じるし。わかる。うん、なんかね、社会のね、そう、そうなんです、ね、まあ、10代から入っやってるとはいえどね、わかるよ、うん、確かに。英語の人がさ、今年チカちゃん世代が入ってくると思うと意外やって。就職か。あ、そうですよ。皆さんの会社に入ってくるんですよ。うん、私たちの世代が。若いぞ、みんな。若いぞ。まあでも、ファンの人は慣れてそうだけどね、女の子のもう。もう確かに、こんぐらいの。そうそう。今回の世代。どう接すればいいかとか。ね。なんかもう言っちゃいけない言葉とか分かってそうですよね。こう言えば喜ぶみたいな、ね、うん、なんだ。こういうとこ、うん、いや、今の子たちは褒めて伸ばすんだと思ってそうです。いや、そうだね、うん、そんなことないよって言ってな。うん、すごいな。でも普通の会社で働いてる人ってすごいですよね。いつも思う。本当にすごい。なんかもう目に見えない速さでパソコン打ってるからびっくりしちゃう、ね、いつも。てかさ、なんか同じことの毎日とかできひんねんけど。あ、なんか毎日さ、やっぱ違うやん、仕事の内容、はい、時間も違うし。そう、うん、だからさ、なんか飽きちゃいそう、自分やったら。そうですよね。てかもうそんな7時とか6時とかに起きれないですもん、もう。いや、もうそれいけちゃうんよ、ちか。早起き。もう無理です。もう無理。生活に慣れすぎて。確かに。9時とかでも早っと思っちゃいますもん。マジ？この生活に慣れすぎて。もうちか、定時でいいわ、もう。
8時、もう朝早く出勤して早く帰りたい。ああ。どっち派？そっち派改造。遅く出勤して早く帰りたい。そっち派だ。最悪や。最悪条件。確かに夜型だもんな。え、何時に寝んの？最近何時に寝てんの？昨日は、うん、昨日6時とか。それはもう太陽出てましたか？出てましたね。ねえ、マジ？出てました。爆睡してたわ、もう。いや、なんか気づいたらその時間で、あらって。なんか睡魔が勝つねんけど、あ、眠いってなる。睡魔。なんですかね、めちゃめちゃ眠いってならないんですよね。あ、別にまあ起きててもな、うん、みたいな。うん。いや、昨日だって1時半に寝たよ。めっちゃ早いもん。まだお風呂入ってないです。ねえ、マジ？あんたこれ配信終わったらすぐ入りなさい、もう。絶対入らないの。うん。そう、もうなんか、1時過ぎて2時とかにならないと入れないです。うん、でもファンの人はさ、もう知ってんのか、うん、泉のその夜型は。はい。マジ？だってしか朝さ、別に仕事なくてもさ、8時半にはもう座ってんねんけど、椅子に。やばいよな。すごやばいよ。おばあちゃんかと思う。すご。8時半に起きてコーヒー飲みながらなんか朝の報道番組見てる、こうやって。なんかいいな、憧れます。逆に憧れる。でもそんなんしてみたい。っていう生活してるわ。だってアラーム鳴らさないと起きたらもう2時とかですもんよ。あの。もうね。ね、絶望する時間起きてそれやったら。もう2時か。なんで？でも、で、1時間ぐらいしたらなんか眠くなるんですよ、また。で、お布団戻って。おかしい。おかしいの。起きたら夕方の5時とかなって。もう大絶望、それ。大絶望。マジか。めっちゃ気持ちいいよ、朝から行動するの起きて。羨ましい。でもそうなりたい。でもね、掃除とかして午前中にもうなんか王子の用事済ませて。かっこいい。めっちゃ気持ちいいよ。かっこいい。洗濯って朝にしますか？洗濯な、しか夜には干す派やねんな。なんか、ですね、外ってさ、あんま干さんやん、正直。干さないです。外に。室内でさ、なんか加湿代わりで干したくて、寝る前。うんうん。だからもうね、お風呂入ったらもう干してる。いつ干すん、いつも。いつもめっちゃバラバラです。なんか回さないとと思ってて、なんかこうやって忘れてて、あ、やば、忘れてたと思って回します。いつも。洗濯ね、確かに。一人暮らしの洗濯って毎日しんもんな、別に。はい、あ。ね。なんか、溜まったらするって感じ。ね、わかる。洗濯機がさ、おんぼろすぎて今しか洗濯機欲しい。うん。洗濯機か。どっち派ですか？ドラム式と普通。ってか、なんかもう乾燥機も込みのやつ欲しいわ、それこそ。それドラム式？両方あると思います。あ、なるほどね。うん。なんか最新のやつ欲しいな。なんか私、実家はドラム式なんですよ。うん、で、自分家の、その、一人暮らしのうちは普通の、やつなんですけど、うんうんうん、なんか、ドラム式で洗うと、なんか服が傷むのが早い気がします。そうなんや。なんか、あんねん、はい。なんかもう、あれ？と思いましたもん。こうなんかあるんだろうね。うん。柔軟剤とかもあんのじゃん。そういうの関係ないかな。感じですかね。なんか、あれって思っちゃいますもん、ドラム式だと。確かにな、洗濯機ね。難しいよな、もはや何買えばいいか分からんもん。うん。何がいいんですかね。でもさ、洗濯機に2桁使うならお洋服買いたいって思っちゃう派やねんな、しかも。わかります。ね、うん。もう、いかにも、でも買えたいんだよな。いや、難しいですよね、洗濯機。来る家電ね。うん。家電とか買いに行くの？なんかさ、食器とか。全然行かないです。待って、自炊は？君。あ、自炊めっちゃ最近してるんですよ。あ！毎日のようにしてます。マジ？はい。何作んの？八宝菜とか。
うんうん、親子丼とか、うん、以上。あと、なんかすき焼き風の鍋とか、うんうん、あと、そぼろ丼とか、うん、ですね、カレーとかオムライスとか。え、いいじゃん。作ってます、最近。毎日。いいね。いいじゃん、偉い。違う、簡単なやつしか食べんかったな。なんか、キムチ、お豆腐、ドーンみたいな。あー。そういうのしかやらんくなったな。そう、私が、なんか午前中に、あの、モバメを送ると、なんかざわざわするんですよ、ファンの人が。今日仕事じゃないかってなりそう。いつにか午前中に起きてるみたいな。めっちゃざわざわするんですよ。逆に言えば、チカのメールは朝に送ることが多いな。すごい。もう起きてさ、でもなんかさ、あれやんな、なんかルーティーンじゃない？ルーティーンですよね。送らないとって。卒業したらさ、なんか不思議になりそうじゃない？感覚。うん、確かに。なんか寂しくなりそうですよね。そう、寂しくなるで、絶対。ウケる。朝に来ないと逆に心配しちゃうって言われた。逆だ。逆に、ね、心配されちゃう。どっちにしろ。でも個性あるね、メールもメンバーの時間。そうですよね。本当にもう夕方とかにならないと送らないですもん。そっから起動し始めます、自分。そっから始まるもんね。からいちいちが始まるか。朝に送って心配されるって受けんねんけど。そうなんですよ、心配されちゃうんだよね。どうしたんだろうって。明日も早起きだよ。そうだ、明日は早起きだ。ビビった。明日メイクします？いや、しん。あ、じゃあメイクなりや、うん、しん。けどじゃあ明日はさ、でも、うん、明日作っていこうと思って、バレンタイン。おお。みんなに楽しみ。今だからその配信前にその下準備みたいなしとった、うん、すごいかっこいい。いや、本命チョコですから。いや、めっちゃ本命チョコ、めっちゃ、何股ぐらいしてるけど大丈夫そう？違う、何十万くらいしちゃってるよ。濃い大きい。濃い大きい本命。本命チョコが。本命チョコが。バレンタインは作ったりしひんの？全然作ったことないです。たまに、なんか何回かはあるんですけど、うんうん。うん、なんか買う方が多いかもしれないです。わかる。なんか今さ、うん、すごいもんな。うん。でも自分に買っちゃう、ちか。あ、わかります。すぐ食べちゃうから。あれな、なんかバレンタインまで待てん。うん。そう、もらう派なんですよね。でもちゃんとホワイトデーにはお返しします。ね、いいのに。作りはしないですけど。宣言ありがとう。ありがとう。でもさ、なんかさ、バレンタインってさ、お菓子に意味があるみたいにあるやん。クッキーは。ありますね。うん。友達みたいな。うん。全然気にせんくない？それ。気にしない。気にしたことない。全然気にしない。あげるとしても女の子とかだから。そうだよね。なんか友チョコ。中学生の時とかめっちゃ流行っとってんけど、友チョコが。友チョコめっちゃ流行ってました。ね、うん。むしろなんか男の子とか、なんか部活の子にあげたぐらい。一応ちょっと部活の子はあげとこう雰囲気やってんな。なんか。なるほど。部活も女の子ばっかだから。吹奏楽部だったから。え、それも買っとったの？ああ、買ってた時もありますし、作った時もあります。うん、何作ったん？昔。なんて読むんですかね。ホットケーキミックス、なんか、型、うんうん、あるじゃないですか。うんうんうん。こう、焼く、あれでやってきました。キットみたいなね。はい。作ったなぁ。なんかスーパー行って親に買ってもらったなぁ。なんかガトーショコラとか作りたいけどさ、作ったらなんか普通に一人で食べちゃいそう。ガトーショコラ大好き。ほんま？はい。
まりにももらえなさすぎたホワイトデー謎に配ってるって。かわいい。かわいい。ちょうだい。いつでももらうよ。もらうよ。いつでも食べる。いつでももらうよ。そうなんだよな。お菓子作りのあかんとこはさ、味見がやばいんだよな。しっかり。しっかりなんかつまみ食いしちゃう。わかります。味見じゃないですもんね、もう。てか自炊もさ、それこそ近なんかもう、うん、席まで持ってけへん、なんか立って食べたいときはめっちゃ行儀あるねんけど、たまに私もなんか普通にもうお鍋ごと食べるときある。わかるわかる。洗い物減らすためにズボラ。そうだから、ファンの人に写真送ってよって言われるんですけど、うん、それより作ってなくて、もう適当だから自分用って、だから送れないんですよね、いつも。もうお腹すいたが勝つもんね。そうそう、早く食べようって言われる。わかる。一人のご飯でも寂しいよな。うん、寂しいですね。めっちゃ早食いになっちゃうもん、一人。そうなんですよ、ね、早食いダメなのに早食いになっちゃう。え、泉でもさ、いつもゆっくりのイメージあるけど、メンバーといる時と。本当ですか。めっちゃ早食いなんですよ、うん、普段。え、すごいね、めっちゃゆっくり。もう、かわいいもん。いや、めっちゃ意識してます。でもえらい。メンバー、なんか、ゆずぽとかもゆっくりだから。ああ、なるほど、ね。なんか、ちょっと合わせようみたいな。早食い良くないから。確かに、ね、ゆっくり食べたいけどな。やば、しっかりお腹減ってくるのやだな。なんだこの人間の体は。そうなんですよ。今日は何時に寝よう、今日は夜更かししよう。ああ、でも地下の中の夜更かしはね、3時まで。通常運転。マジ？もうね、4時になったら、やばいやばい、お布団入らなきゃってなる。かわいい。通常運転やばい。通常運転です。だから8期多分結構寝るの遅い人多いです。あ、LINE 動いてんの？もう。あ、動いてたりしますよ、全然。すごいね。ゆずぽと多分吉野は、うん、その生活リズムちゃんとしてると思うんですけど、ちゃんとそれ以外は、それ以外はちょっともう夜更かし、なんかさ、でもあるような、人間のさ、睡眠時間何時間がちょうどいいとか、合いますよね。泉何時間なの？12時間ぐらいでないとちょっと早寝ろ、もう早寝ろ。寝すぎたらさ、ちかなんかもう起きられへんねんな、逆に。なんか5時間派しか。無理です。無理です。5時間はもう無理です。それ寝たらちょうどなんかパッて起きれる朝。平均8時間らしいですよ。言うよね、 7時間8時間って聞いたことある。確かに、まだまだ何時間でも寝れちゃうもんね。なんか体痛いとかないもんな。起きてないです、ないです。16時間寝てたことくらいあったっけってありますよ、私。え、ないよ、すごすぎ。全然ありますよ。なんか12時間もないもん。なんか夜の12時に寝て、うんうん、早いね。で、普通になんかな、4時起きて寝て繰り返して、普通に夕方の6時とかありました。すごすぎ。全然。すごいな。まあでもなんかそれはちょっと寝すぎやけどさ、ちょっと、うん、なんか1日もっと長く使いたいなって思っちゃう。睡眠時間もったいなってなんときあんねんな。でもわかります、ありますよね。絶対体には良くないけど。あるんですよ。なんか、ああ、もったいない、なんか、無駄にしたと思っちゃった時あるんですけどね、過ぎて。うん、でも、やめれなくて。本当に。癖になってんじゃん、もう。もう寝ちゃうんですよ。
あーね、不眠バトルとかさ、強そう。なんか見たことあるぞ、企画で。いけちゃいそう。いや、もうすぐ負けるわ。ええー。でも、力よ。デカビタとかレッドブルー、うん、飲んだらもう、シャキーンってなる。ええー。なんも効かないです、もうカフェイン。嘘やん。な、全然寝れちゃいますよ。シャキーンってなってね、起きてられんの。何も聞いたことがないです、そういうの。もうカフェイン効かなさそう。飲んでるよね、うん、たまに。はい、よく飲んでたらね。すごい、もう1時間経つよ、ちょうど。本当だ、早いね。早いですね。じゃあスクショタイムしよう。何ポーズする？何がいいですか？何がいいかな。あ、やったね。チーズ。じゃん。じゃあ、うん、泉の、うん、あのツーショット写メ会の おすすめポーズしよう。ファンの人に。ポーズ。おすすめポーズ？うん。じゃあみんなでブリッコ。あ、ブリッコですね。おすすめです、これが泉の。かわいい、ファンの人の見たい、楽しみ。見たい、みんなこうやって やりましょう。おすすめだそうです、泉のファンの皆さん。あれですよね、オンラインの方もなんか、チェキチャ、なんだっけ、チェキチャ、チェキチャ、それもあるもん ね。そうそう、皆さんぜひ来てください。そうだね、4月やんね、あれ。そうですね、応募始まった。え、もう始まったの受付あれ。今日、明日か、今日からかな、明日から。みんなぜひぜひ、オンラインなら確かに参加しやすいと思うので。うん、先着順だ。あら、待ってます。あ、もう申し込んでる、申し込み始まってるって。あ、始まってるんだ、うん、皆さん急げ、待ってます。待ってるよ。じゃあ終わるか、泉。そうですね。ありがとう。いや、こちらこそありがとうございました。泉のファンの皆さんもありがとう。ありがとうございました。また明日、チカたちは。はい。会いましょう、また明日。早く寝るんだよ、あなた。頑張ります。うん、おやすみ、ありがとう。おやすみなさい。